こんにちは、のりこさん。今回はムーンショット計画ですかね。こちらの方はね、お話しする前に私のね、2002年ぐらいの思い出をまず聞いていただきたいと思います。2001年、2002年っていうのは私はですね、ある組織のクローン人間製造にちょっと関わっていまして、その広報官をしてたんですね。当時私まだ20代もしくは30になったばかりの頃だったかなと思いますけども、人間っていうのは死後も生き続けることができるのかどうかっていうところで、テロメア遺伝子っていうのが人間にありまして、そのテロメア遺伝子が分裂する回数がみんな決まってるらしいんですよ。ある人は60回分裂、ある人は100回分裂って決まってるんですよね。その分裂の回数が要するに寿命ってことらしいんですよ。ですので長寿といっても、結局テロメア遺伝子の長さを調べれば何歳まで生きるかってことが分かるんですよね。で、研究はそこまでじゃなくて、プラステロメア遺伝子を再生することができるんじゃないかなっていうところまで及んでました。で、再生することができるかどうかっていうと、できるんですよ。何らかの処置を施すことによってテロメア遺伝子を伸ばすことができるんですよね。例えば一つの例として、事故や病気で早めに亡くなってしまった方の残ったテロメア遺伝子を採取して、生きている方に、付け加えると、その分だけ寿命が伸びるんですよね。本来でしたら80歳まで生きる人が何らかの原因で15歳で死んでしまいました。65年の余剰寿命がテロメアによって蓄積されて、そのまんまダビに付されるとそれも消えてしまうんですけども、それを取り出して今70歳の方に植え込むと、プラス65歳の寿命は伸びるらしいんですよ。もちろん寿命が伸びるっていうだけで肺機能が低下したりとかね、それから脳の認知機能が出てきたりとか、そういったところは避けれないんで、それはそれで別の治療が必要だったりするんですけどね。で、考えてみると、人間はこのままだとね、1200歳までは生きれるんじゃないかなっていうことでした。というのが、いくら寿命が長くても、今申し上げたように、いろんな機関が活動を停止する寿命の方が短いからなんですよ。で、そこで出てきたのが iPS 細胞っていうね、小保方さんの研究でもあるんですけども、ああいうふうなね、iPS 細胞っていうふうに、細胞の分裂する途中の細胞を取り出して、それは途中から、その、iPS 細胞は目になったり足になったり内臓になったり、どんなものにも変化する細胞分裂の前の形なんですよね。曲がり鼻の形なんですよ。だからそれを意図的に、例えば目の疾患があったから目に培養しようかなと思ったら目になったりとかして、それで移植するみたいな、そういう研究なんですよね。で、自分の人体から取ったものなんで拒絶反応は起きないということで、ものすごくね、脚光を浴びた発表が例の小保方さんショックだったんですけども、あれは結局実際に iPS 細胞はあったんだけども、それはもう日本以外の研究者に取られてしまってね。それはなぜかっていうと、若くてああいった美しい女性の方がね、研究所で成功例を発表してしまったんで、本当は研究所として、発表したかった、研究所の実績にしたかったのに、個人の実績になることを妬んでですね、応募方潰しっていうのがあったらしいんですよ。これは半分陰謀論なんで本当かどうか分かりませんけどね。で、小保方さんは他の国で結局承認を取って、そこでのドクターを進めるんではないかなっていうふうに言われてましたけども、その後どうなったのか分かりません。ちょっと前提長くなりましたけども、何が言いたいかっていうと、2001年2002年にクローンレイドっていう会社がクローン人間を発表しました。 NHK でも報じられました。当時センセーショナルだったんですよね。で、私はその活動の一部を担ったものとして、翻訳事業と、あとは日本国内でクローン人間を希望する人を募集したんですよ。で、コミッションは1人見つけて500万っていうやつだったんで、当時私はね、喜び勇んでその営業したわけなんですけども、ちょっと結果は言えないんですけども、すいませんけども、それでですね、結局生まれたあのイブっていう女の子が生まれたんですけどもね、記者の前で発表された後に、プライバシーの問題で隠れてしまったんですよね。で、生きていらっしゃったら今頃15歳か17歳か、そのぐらいなんじゃないかなと思いますけどもね。どうなのかな、そんなことがありまして、私はですね、その頃に人間の寿命ってのはどうしても肉体がある以上滅びが来るんですよ。いくらテロメアを伸ばしたところで脳の機能が生きていても、結局肉体が滅んでしまうと。肉体が滅ぶと結局タンパク質やアミノ酸の活動が停止されますので、脳も消滅せざるを得ないっていうことになるんで、そこで人間の歴史は終わるってことなんですよね。ただですね、ここで別の角度から人間が永遠に生きるんではないかなってことを研究している方がいて、それはですね、脳の機能っていうのはある電気信号に置き換えられるんですよね。ですので脳の記憶、反射、こういった全ての感情とかっていうのをダウンロードして
大容量のですねハードディスクなどに移し替えておくと、もし今度は新しい肉体ができた時にまたハードディスクから人間の脳にダウンロードすることによって、その人の記憶とか判断とか感情を引き継ぐことができるんじゃないかなって研究なんですよ。ひいてはですね、滅びのある肉体よりもハードディスクのまんまずっと保存しておいて、そしてアウトプット期間を例えばパソコンとかにしておくみたいなことをすると、パソコンの中にもしくはスマートフォンの中に一人の人が存在するって形ができるんですよね。でこれを具現化したのが昔私の大好きなねテレビドラマにあったナイトライダーってやつなんですよ。ナイトライダーの中にはキットっていう人工知能があって、そこで、あらゆる感情とか会話っていうのをドライバーのマイケルナイトとして事件をいろいろ解決していくっていうストーリーだったんですけども、あれはまあファンタジーだったんですけども、ただこれが可能になってくるのは人間の記憶ってのがあらゆるものにダウンロードできるような未来が来るってことなんですよ。例えばですね、まあ何にしましょうかね、コーヒーカップに誰かの人格がダウンロードされます。そうするとこのコーヒーカップがあったかくしといたよとかって喋ったりとかするんですよ。まあもちろん人権の問題とかありますんでコーヒーカップにはしないと思いますけども、ただですね、ぬいぐるみにね、ぬいぐるみに何らかの人格をダウンロードしたりとかすることもできるかもしれませんし、なんか他の生物とかにそれをするかもしれないですよね、うん、まあそこまで考えるとちょっとグロテスクになっちゃうんですけども、まあ、シンプルに人間がその肉体がなくても生きていられるっていうのはあり得ると思うんですよね。で今でもですね、まあ、霊とか有志っていう研究があるんですよ。幽霊の有に子供の子って書いて有志ってあるんですけども、その有志ってものはこの世の中にいっぱい存在していて、それは何なのかって言ったらお亡くなりになった方の意識らしいんですよ。お亡くなりになった方の意識が有志として存在していて、その有志は過去に行ったり未来に行ったりするっていう研究があるんですよね。まあ、ただこれはね、どんな研究なのかって言われたらおおよそ都市伝説に過ぎない想像みたいなものだと思うんですけども、ただない話ではないなと思うんですよ。その有志っていうのは、資格を持ってません。有志はね、であとは嗅覚もないですし喋る機会もないんで、コミュニケーションは取れないんですよ。でも存在してるんですよ。存在ね。で人間が生まれた時にどうやって人格ができるかっていうと、その有志っていうのがペタペタと張り付いて肉体の中に入っていって、それが総合されたもの、あらゆる人格とかいろんな人や動物とかものが集約されて一つの人間になるらしいんですよ。ですからたまになんかのきっかけで昔のエジプトの言葉をねパラパラっと喋るようなそんな赤ちゃんがいたりとかするらしいですよね。でもせっかくそういう能力を持って生まれてきても、教育ってものによってそのなんとなく出てきた性格とか過去の人格っていうのはどんどんね、なりを潜めていって潜在意識の中に奥に入っていって出てこなくなるんですよ。でしつけとか教育が通用する社会で生きるためにそっちの方ばかりを顕在化させていって、夢を見た時になんか見たこともないような家族に囲まれて見たこともないような景色を見たみたいなね、空を飛んでいたみたいなのがあると思いますけど、あれはおそらく過去の歴史とか有志であった時の感覚がそれを想起させてるんではないかなっていうふうに聞いたことがありますね、うん、だからなかなか面白い話だなと思います、はい、で人間は人間じゃなくなりそうな計画がと思われますけども、実はそうではなくてね、人間っていうのはこれが完成形じゃなくて人間にどんどんなっていくんですよ。もしかしたらですよ、400万年前ぐらいのクロマニオン人みたいな時代、その頃に自我っていうのとかね、社会とか教育っていうものがあったら、未来はこんな、なんかこんな服着るみたいだぜって言ったら、なんか気持ち悪いよねって、変な人だよねって、人間じゃなくなるのかなっていうふうにクロマニオン人は想像したかもしれないですよね。なんか移動でさなんか車っていうものに乗るらしいよとか言って、危ないんじゃないのとか言って、年間で2万人とか3万人死ぬ国があるんだってさ、嫌だねそんな世の中になってるかもしれないですね。あとね、これはね地球物語っていうロールプレイングゲームのシナリオにあったのを私読んだんですけども、その国では太古の昔この国では道路っていう川が流れていたらしいよとか、そしてビルっていう山があったらしいよっていうような伝説が残ってるっていう、ね、そんなワンフレーズがあるんですよ。何なんでしょうかねこれはね要するに私たちが今見ているものとか聞いているものが基準になってるんで、昔はなんか文化が発達してないよねって捉えちゃったりとか、未来はなんか人間っぽくないよねってなっちゃうんですけども、その時代に生きてる人はそれがベストなんですよ。江戸時代の文化で生きてる人には江戸時代が一番よくって、携帯電話なんてなんだこれはみたいなことになっちゃうかもしれないですね、うん、で新幹線ができてもそんな、なんか新幹線ができて移動が早くなったのに未来の人ってのは忙しくってしかも儲かってないんだってねみたいなね、そんな噂されるかもしれないですよね。
江戸時代の方は、なんかのんびり暮らして、もしかしたら寿命は短いけれどもものすごく充実した、それこそ後世にね、時代劇っていうものでものすごく憧れられるような人生を送ってる人ばかりだったのかもしれないですよね。不自由さはあっても環境もいいし、魚はおいしいし、公害問題はないし、いざこざはないし、で国会質疑を見てね、イラつく人もいないしねなんか江戸時代ってものすごく豊かで安定した時代だったみたいですよね。だから戦争もなくなっちゃって、出島っていうところで海外との取引を本当に制限していて、まあ日本で4カ所ぐらい出島ってあったらしいんですけどね。だから交易はすごく限られていて、なんかどんなに田舎に住んでる人でも綺麗な着物を糊のついた状態で、着ていて、言葉遣いも丁寧で、おおよそ食にはね困ってなかったらしいですよ。だから鍵をかけるという文化がなかったというふうな形でね、外国から流れ着いた方がものすごく驚いて、日本っていうのは世界一進んでるんじゃないかなって言われたそうなんですよ。ちなみにですけども、江戸時代、そして春秋戦国時代ってありますよね。日本では最も世界で一番鉄砲が多かったらしいですね。350万丁あったらしいんですよ。すごいですよね。あの種子島のところに2丁の拳銃が流れ着いて、そこから1年で350万丁になったらしいんですよ。それは世界の全ての火縄銃を集めてもかなわない量だったらしいですね。いやいや、本当に すごい国ですね、日本っていうのははい、いろいろと話しましたけどもね、将来人間が肉体を捨てて、昔は肉体っていうのがあったらしいよ、かわいそうにねっていうふうに私たちは同情されるかもしれないですよね。私今ね、深爪してるんですよ。深爪の悩みもないですよね、将来は。そして思ったことがすぐにこうやってね、イメージ化される、具現化されるみたいな。今はね、何か考えてもプログラミングしたりとか、何こうやって作んないといけなかったりしますよね。最近になってやっとサンディープリンターっていうのが出てきましたけども、将来はサンディープリンターどころかね、想像したら現実化する、想像したらできるみたいな感じになっちゃうかもしれないですね。だから脳と現実が一体化するみたいなところに来るのかなと思います。そしてムーンショットのことをちょっと話しますね。人が人体の空間、時間の制約から解放された社会を実現とあります。そうなるでしょうね、きっとね。少なくともそっちに人類っていうのは生まれた時から向かってます。生命っていうのは生まれてから、その最初ミジンコみたいなもんだったらしいですけども、今に至るまでですね、まあ、5億年とかなんかは言われますけども、そういうふうな肉体からの離脱に向かってるんじゃないですかね。どっちかって言ったら最初は水の中で暮らしてたんでしょ。要するに水の上ってのを、空間っていうのを知らずに死んでいったんですよ。それが両生類になっていって、である時その陸地だけで生きる存在になって、肺が発達して哺乳類っていうのができました。哺乳類は基本的に一生水の下に潜らずに暮らしていきます。趣味とか以外はね、水泳みたいなことをやる以外は水面下に行く必要がないような人類になっていったわけなんですよ。だからこそ大気圏外というものを意識して、大気圏外に出るような知恵を携えて、そして月に行ったり火星に行ったり、銀河を出ていくみたいな、そんなところまで来たわけですよね。でも水面の下にいた生物にどうやってね、宇宙空間を旅するみたいな発想があるでしょうかってことなんですよ。そう考えていくと、人間はずっとね、肉体からの離脱とかっていう風に向かっていくのが進化の究極形なんじゃないかなと。最後は肉体も何もなくって存在しかないと、しかも自分と他人との境もなくって、全体が個になるんじゃないかなと思いますし、個が全体になるんじゃないかなというふうに考えますよね。手塚治虫さんも言われてますけども、死後っていうのは自分と他者が一体になることだって言われました。で昔ね、作家のね、なんとかさんっていうのがね、これも峯岸徹さんっていう方だったかな、昔々こんなこと言ってたんですよ。もしビッグバンっていうのが本物だったら、自分も愛するあなたもいつかは一緒になっていく、もともと一緒のものだったんだから、どんなに憎い人も最初は一つのものだった、将来は一つになるんだ、だからなんでね、人間のことを愛せないでいることができるだろう、なぜならあなたは私だから、あいつは私だからっていうふうな考え方らしいんですよね。まあ、素敵ですよね。ちょっとね、ついつい深夜はね、話が長くなっちゃいますね。いってらっしゃい